はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、初心者の館ということで今回もやっていきたいと思います。で、今回は、野手編のステップ2ということで、まあ、いつまでもね、あの初期デッキでやっていくわけにもいかないので、で初期デッキで選手を作りつつ、チケット関係がね、手に入ったらどんどんチケットを使って新しい、イベキャラを手に入れていきましょう。で、イベキャラが手に入ったらね、もうどんどん初期デッキからは、もちろん卒業して、まあ、新しいデッキを試して強い選手を作っていくという形になります。で今回、ちょっとチケット関係を使いましたので、そちらの結果から、ご覧ください。ちょっとやばいよね。やばいキャラを引いてしまった。で、まあちょっと SR 関係なんですけれども、まず最初に出た赤原。こちらは野手のキャラになります。特有練習は打撃ですね。で、赤原もかなり使いやすいキャラです。本当自分はお気に入りキャラに、なっているんですけれども、2人目に引いた、虹谷ですね。こいつは本当にやばい。本当に強いキャラで、こいつ一人持ってるだけで投手のサクセスがマジで世界が変わるくらい本当に強いキャラなんで、ちょっと、ここら辺のね引きは、まあ、じゃあみんな虹谷が引けるかって言われると、そういうわけではないので、ちょっと申し訳ないところはあるんですけれども、まあ、引いたからにはちょっと使ってね、やっていきたいと思います。ただ今回はちょっと、野手の方をまだ続けていきますので、まあ、赤原ね入れて、サクセスの方をやっていきたいと思います。というわけで、今回は独身術を持ったキャラクターを作っていきたいと思います。で独身術という特殊能力なんですけれども、これは相手投手が投げる球種がたまに分かるようになるという特殊能力になっていて、特にねパワチャレ関係、これで本当に役立ちますね。まあ、通常のねパワチャレを進めていく上でも便利なんですけれども、パワチャレ系のイベントが起こった際にも、相当便利な特殊能力になってますので、まあ、初心者の方ね特に打撃の面でも、結構苦戦すると思われますので、この独身術を持ったキャラクターで固めていくというのが一つおすすめになります。でこのステップ2に進むタイミングなんですけれども、まあ初期デッキに関してはバウンサーキャラがいなかったので、バウンサーキャラをお助けキャラで借りてました。でただ、バウンサーキャラを自分で用意できるようになったら、これ1枚で全然大丈夫です。1枚でもいいのでバウンサーキャラを自分で用意できるようになったら、今度助っ人枠を独身術持ちのキャラで、お借りするという形で進めていきます。で独身術を持ってるキャラ、まあ、何人かいるんですけれども、まあ、メインとなるキャラに関してはまず1人レイリーですね。でレイリーに関してはエビル特攻になっているので、まあ、もしねレイリーお助けで借りることができれば、入れていただくと強い選手が作れます。でただレイリーの欠点としては、金徳が、不確定なんですね。まあ、金徳不確定っていうのは、成功失敗の判定に、進んで、失敗するとちょっと独身術が取れないという、まあ、そういうデメリットもありますけれども、まあ、レイリーは、かなり強いキャラなので、まあ、入れて損はないです。とあともう一人が今回お借りしたはるかちゃん。で、はるかちゃんに関しては彼女キャラになります。で、彼女キャラになりましてデートを完走すれば独身術自体は絶対手に入りますので、まあ、作る上ではね、作りやすいキャラということになってます。で、はるかちゃんもねイベントの経験点が高いので、まあ
ちょっとねデイビーとはるかちゃんをお助けキャラに設定してる人がねなかなかいないとは思うんですけれども、まあ、もし見かけたら、まあ、こちらをお借りして独身術を手に入れてという感じで進めていただければと思います。まあ、他にもねサイリさんとかもし独身術キャラの、お助けキャラを、借りれれば、まあ、それで一回妥協してもいいと思います。で今回そんなにねすげえガチってわけじゃなくて、まずは独身術を持ったキャラクターを揃えるということを目標にして、作っていただければと思います。で今回からエビル高校基本的な立ち回りで、進めていきますので、まずはエビル高校のデッキの組み方と基本的な立ち回りを、覚えて、まあ、それに沿ってねやっていただければと思います。でエビルデッキの組み方なんですけれども、まずは、役割分担を各1人ずつ入れると、ガード、レンジャー、バウンサー、スナイパーの、まず4種類を入れると。で、デッキは6人で組めますので残り2枠を、まあ、ばらけさせるというような感じですね。でただまあこれは自分の考えではあるんですけれども、スナイパーはね1人でいいと思います。なので残り2枠をねガードかレンジャーかバウンサーで組んでいただくと。でこの組み方に関しては、まあ、ちょっとね欲しい特殊能力とか入れたいキャラクターとかによってちょっと随時、組み替えていっていただければと思います。で今回の編成に関しては、このレイ君が、スナイパーになってて、得意練習がね、まあ、コントロールと書いてあるので投手キャラなんですよ。なので投手キャラっていうのは野手で使うと守備練習か精神練習にしか出てこないので、ちょっと精神が、不足するかなという懸念点がありますので、まあ、そこはね白洲高校の300点ポイントを、ゲットして、まあ、補っていくと。であとレンジャーに関しても1枚しか入ってないので、まあ、暁大付属のね300ポイントをゲットして、まあ、経験点を補っていくと。で基本的に2枚入っているものに関しては、まあ、経験点は割と足りてくるので、特に今回、技術はね少し余りそうな予感はします。なので、要は1枚しか入ってない、高校の経験点を取っていくと、バランスよく経験点が補えるかなと、思います。それでは練習の方を始めていきます。まずですね今回アイテムを持ち込んでます。恋愛成就のお守りとサポーターです。でまだね始めたての場合ってやっぱりアイテムの数が少ないんですけれども、はるかちゃんはね結構デートとかで評価が上がりづらいんですよ。なのでもしまあ余裕があれば恋愛成就のお守りを持っていくとかなり楽になります。であとねサポーターとかって結局後の方で全く使わなくなるんですよ。なので、まあ、これはねどんどん持ち込んでいいと思います。サポーターとかあとやる気が上がるアロマとかそこら辺ってなんかもう余っちゃうんで、だったらもうあの初めの方からねガンガン使っていって全然いいアイテムです。そんなに貴重でもないし、効果が期待できるアイテムでもないので。で、まず一番最初第1周目練習をしていきますけれども、なんか微妙だな。ここでいきましょう。メンタルで赤原と小田くんの評価を上げていきます。で例によってエビルはこのソウルセメタリーが発生する2周目からですね。でまず第1目標としては、はるかちゃんをクリスマス前に彼女にすること と、ソウルセメタリーの、ダンジョン高校と黒金高校を回収することで、これは、まあ、前回はね黒金とかダンジョンとか、無視しましょうと言ったんですけれども、今回ははるかちゃんをクリスマス前に彼女にして、かつクリスマスイベントからダンジョン高校のイベント経験点アップを使いたいということで、この2つが最優先になります。黒金と今ちょっと出てないですけどダンジョンですね。で、告白イベント、まあ、彼女キャラの告白イベントが起こる評価値なんですけれども、星3つ溜まったら、告白イベントが起きますので、まずはそこを目指すというところをやっていきます。で、ここでの練習なんですけれども、今回黒金、まあ、1人ではあるんですけど黒金を回収するので、まず黒金高校をノックしていきます。であとはるかちゃんなんですけれども、
あの自己紹介のところで体力回復してくれるんで、まあ、最初の1周目2周目はね練習しても大して影響はないです。でここは黒金が2人ロックできますんで黒金をロックしますと。でね、その黒金が出るとかダンジョンが出るとかっていうのはもう完全にランダムになっちゃうんで、今はね結構いい感じで黒金がロックできてるんですけど、ロックできない時って本当ロックできないんですよ。そこはね運が絡んできますけれども、アグレッシブはるかですね、このイベントについては選択肢が出てきます。で上だと成功失敗があって、失敗しちゃうとはるかちゃんの評価がね下がっちゃうんですよ。なので俺は安定を取って下にしてます。でまた黒金がロックできる。黒金の回収はうまくいきそうだけど、ダンジョンが今のところ全く出てきてないね。だまあ先にね、評価値を乗せておくっていうことはかなり、重要なんですけれども、どうしようか。ここ 3%、まあ、36だったら回収しちゃっていいよね。で次メンタルの練習を見て、ちょっと特に何もいいものがなければ寝ます。でここ大田くん入れてるんで競争心のコツが手に入ります。一応メンタル見る。でメンタルの迷宮効果正直いらないんで、うん、これはもう寝るしかないですね。寝ましょう。げーひどい。これ結構起きると厳しいんだよね。でダンジョン効果ロックしていきます。ここはで赤原のコツもあるので、赤原はね結構リベンジか、そうミートコツが欲しいんですよね。で大田くんのこのイベント一応下、うまくいけば体力は回復する、うまくいかなかったら体力は回復しないけど、あんまりデメリットもないので、まあ、基本は下でいいと思います。まあ、マックスだったらね体力が。でここコツがあって2人ロックできるんですけれども、やっぱり回収を優先したいんで、ダンジョン高校をロックします。だ本当に序盤はね黒金、まず第1黒金で次がダンジョン、であとその人の数によってはちょっとダンジョンを優先したりっていうところは、随時その臨機応変に対応していってください。例えばここね、ダンジョンロックできるんですけど、はるかちゃんの評価が上げられて経験点も結構多いので、ここでダンジョンロックするのもありですけど、自分はこのケースだとちょっとここを練習します。追加イベントがね起きてくれればかなり評価が上がるんで。で黒金ゲットしました。で黒金ゲットしてこれで全員の評価プラス20、これを使えばもうはるかちゃん乗るはずなんで、こっちかで星3になったのではるかちゃんの評価が乗りましたと。であとは告白待ちになるので、もうはるかちゃんの評価はあんまり気にしなくて大丈夫です。次は、ダンジョンロック、まあ、ダンジョンを回収するのを優先してやっていきます。でここダンジョン行けますね。まあはるかちゃんもいるしやろう。でどんどん評価上がってきます。であとねはるかちゃん評価の高い段階でデートをした方が経験点がもらえるので、なるべくね評価上げていきたい。でさっきの大田くんのイベント上を選ぶと、まあ、イベントが進んで体力も回復するんで、大田くんはねイベント経験点とかも結構高くて、まあいいキャラだと思います。でここは経験点目的でいきますか。ここ2人ロックできるんですけど、まあ、太平楽もそこまで必要かって言われたらやっぱりちょっとそうでもないので、まあ、4人とかねロックできれば、まあ、それはやっちゃってもいいと思うんですけど、3人ロックできるともうかなりでかいんですよね。さてここ赤原か、ちょっと待ってね、他も見る。ダンジョンをやっぱり回収したい、ダンジョン回収したいんで、ここはダンジョンロックします。これ11月の1周なんで。で告白イベントがなかなか起きないね。さてここダンジョン行きますか。経験点も回収しつつ、まあ、敏捷ポイントはねちょっと不足しそうな気がするんで、回収できれば回収しておきたい。
さて、ほむらちゃん、どうしようかな。これ上にすると、まあ、いいやつとか手に入る可能性があるんですけど、今回ちょっとイベント進めていきましょう。で、また見るんですけど、なんか良さそうなものが全くないんで寝ておきますか。あ、来た、はるかちゃん、 OK、 告白イベントで、ここで、選択肢が出るので上にすると彼女にできます。まあ、厳密的には彼女じゃないのか。スッスか、スッスはちょっとイベント進める気ないんで下で切ります。体力も回復できるんで。で、あとは見るんですけど、ここは取れる経験点が少ないんで暁大付属をロックしましょう。で、赤原のイベント、で赤原のイベントはね、体力は回復がするんですけど、今回ちょっと体力マックスなん で赤原ほんと使いやすいですね。最後の金徳イベント以外は全部体力回復が絡んでくるん で、あとね、シラスも欲しいんで、ちょっとシラスもロックできるときにロックしておきます。で、ちなみに赤原がシラスのキャラクターなんで、キャラクター入れてるとその人の魂が吸収できないんで、なんていうの、吸収するキャラクターが1人減るんでだいぶ楽ですね。で、特にメカニクスはもともとデフォルトが3人なんで、ちょっと代打潰します、コツ取ったんで。そこに先駆けを入れると、要は2人で回収完了になるんで、それもかなりいいですね。守備職人って何で取ったんだっけ、なんか忘れちゃった、取ろう。あと追い打ちで、コツを取るときにやっぱり各キャラクターが何のコツを持ってるのかっていうのもちょっと気にしていって、赤原はチャンス、キャッチャー、追い打ち、リベンジプラスミートのコツっていうのが手に入るんで、掴んだ特殊能力についてはもうコツはよこしてこないので、潰せるものをどんどん潰していった方がいいですね。で、特に大田くんに関しては悪気打ちというものを持っていて、他パワーヒッター、広角打法、アウトコース、ハイボールヒッターで、特にパワーヒッターと広角打法、この2つはね、本当に欲しい特殊能力でもあるし、経験点がめちゃくちゃ使う特殊能力でもあるので、やっぱりね、これのコツはできるだけ回収しておきたい。コツ1で 30%、 コツ2でなんか 50% とか忘れちゃったけど、なんかそんな感じ。だいぶ割引が高いので、で、悪気打ちに関しては10、20、20なんで、正直コツを掴んでまで手に入れておきたいものじゃなくて、むしろこれでコツを潰して悪気打ちのコツをよこすくらいだったら直取りして、パワーヒッターとか広角打法のコツが来るように、まあ、ちょっと少しでも確率を上げておくということが必要です。ここ小田くん、ちょうどコツが来てますね。なので、はい、後の方になってどうしてもね、パワーヒット広角が欲しいって言った時はハイボールヒッターとかもね、直取りしちゃっていいと思います。こういうアウトコースとかもね、来ちゃうんで。で、ここはどうしようか。下にするとね、回復できて調子安定が手に入るんだけど、上にしよう。いいこともあれば悪いこともある。で、12月の3週、ここがミソですね。で、12月の4週になるとクリスマスのイベントが発生するので、12月4週になっちゃうと先にクリスマスのイベントが発生してしまうので、ソウルセメタリーを使うタイミングを、失ってしまうので、12月の3週に入った段階でこれを使います。で、このイベント経験点アップっていうのは通常のイベント経験点もアップするんですけれども、デートの、ね、経験点もアップするんで、これを使った段階でデートを完走させに入ります。で、デートの完走っていうのは右に進行度のハートの数があると思うんですけれども、5回デートが進行すると完走になって金徳が手に入るという仕組みになってます。で、今48ポイント敏捷ポイント入ったんですけど、これもイベント経験点のおかげで増えてます。で、ここクリスマスですね。で、クリスマス体力回復したり経験点手に入ったりコツが手に入ったりと、かなりいいイベントです。で、こうやって要は50 50 50 50 50でしょ。で、さらに流し打ちのコツも手に入るんで、本当にクリスマス前に彼女にする、で、12月の3週でダンジョンを使う、これですね。これできるかどうかで経験点かなり変わってくるんで、できるだけ発動しておきたいというところで、やっぱり
ちょっとここ練習があるんですけど、あのデートを完走させる、もう本当に絶対これ練習の方が得だっていうもの以外はデートした方がいいですね。で、はるかちゃん2回目のデート、これは下階段で行こうにすると、まあ、経験点とか手に入って、コツも手に入る。でさらにここの初詣も、経験点がもらえるところになるので、まずは野球が上手くなりたい。これでまずオール48で大吉来ましたね大吉になるともうめちゃくちゃ経験点もらえる。96、96、96、96の48、48、まあ、SR の、ね、プラゴになってるんで SR35 と比べると経験点増えてるんですけど、まあ、これだけでもね相当違うんで、少し能力揃えていきますか。弾道でミートを全部 D にできるかな、ちょっとオール D を目指して。であと悪球打ちとかってさっき潰したんだっけ、なんか忘れちゃった。で能力を揃えていく上でちょっと必要な経験点、今のところはやっぱり印象と精神、1枚ずつしか入ってないのでちょっと不足してる感じですね。で一応見る、でもうほんと何もねえわ何もやることないんだからここはデートしておこうと。でデートで一つ気をつけておきたいのが、デートの進行しないデートがあるんですよ。通称カラデートって呼ばれているものなんですけれども、それがね、発生する可能性もあるということ。でダンジョンって結局6ターンイベント経験点アップして、でデートっていうのは5回で完走するんで、一応1ターン余裕はある。でそれを練習に費やすか、まあ、ちょっと先にねデートを終わらせるか。でここで例えばもう4人ロックできるみたいな感じだったらロックしちゃってもいいと思うんですけど、もう1人とか2人とかロックするくらいだったらデートをする。4回目、経験点がいっぱい手に入りますと。いやめちゃくちゃでかい。でこれね運が悪いとサボり癖になる。で一応見る、1人2人1人、これもうロックするよりはもう絶対デートした方がいいんで。でここですね。で最後のデート、これ選択肢が出て上にすると独身術に進んでいきます。下だとね芸術的流し打ちになるんですけど、今回独身術が欲しいんで上にします。でこれ成功率もね結構高いんですよ。これうーんみたいな顔すると失敗になるんですけど、まあ失敗しても独身術レベル1で手に入ります。ここマジでこの経験点も素晴らしい。だからはるかちゃんね、もし PSR のプラゴをお借りすることができればさらに経験点増えるんで、もうめっちゃ強いっすね。で独身術手に入れましたので、忘れないうちに取っておきましょう。これは骸骨とかがないので、3だとまあまあですね。3だとまあまあ、1だとね精神140くらい使うんで、まあ、それなりに厳しいんですけど、3で取れればだいぶ楽かな。であとはまた、ロックをしていきます。ここも結構いいんだよね。その俊英高校も欲しいし、今回レイが来てるんで精神ポイントがロックできるんで、ちょっとここはメンタルにします。さてで2月の1周ちょっとシラスだね。でバレンタインイベントでデート終わらせてると、多分4回くらいデートしてるとかな、上り調子のコツをもらえます。なのでデートはね早めにやっておくのが吉です。でここ大田くんで、大田くんはもしかしたら忘れてるかもしれないけど、さっきアウトコースのコツを掴んだんで、これを潰しておきます。これで残るコツは、リベンジちょっと取っときますね。赤原持ってるんで、大田くんの残るコツは見ながら行くと、残りパワーヒッター広角打法ハイボールヒッターで、こっち側はないはずなんで残り3つ。でハイボールヒッターをどうするかというところなんですけれども、まあ、ハイボールヒッターもね直取りしようとするとちょっときつい、まあ、そこまで経験点めっちゃ高いかって言われるとそうではないんですけど、
まあ、でもやっぱりコツを取得して取るんだったら取りたいというのはあるんで、まあ、このままいきます。でそもそもコツをくれるかっていうところもね、ある。そう、こうやって練習することがあるんでまあそこはどうなるかは分かんないけどね。2人ロックか。これ2人ロックしておこう。暁台もね、今回あのレンジャーが1枚なんで臨床ポイント300は取っておきたい。でこれ、まあ、一応上にしてうまくいくとチームメイト評価もね上がるんでかなりでかいです。でアルバイトへの挑戦、これは真ん中にすると体力が回復するんですけど、上にしておくか。なんだっけ、追い打ち、あれ追い打ちって取らなかったっけ、取ってないか、リベンジ取ったんだっけ。これ赤原のコツなんで、あ、取ってある、両方リベンジも追い打ちも取ってあるわ。一番下にすればよかったかな、すぐサボるからね調べるので、ここ春芸2人ロックできるんでやっちゃいましょう。これで春芸の回収は大丈夫ですね。春芸もねできれば回収しておきたい。これどうしようかな、下にしよう。下は特に成功失敗とかはないんで。でさらにさらに、でどうしようか、これ回収しとく、いやメンタルにしとこう。今のはちょっとメンタルの方が全然良かったね普通に。で暁ゲットと、でここシラスがロックできるのでシラスをやっちゃいましょう。ではるかちゃんはもう評価マックスですね。で赤原で、ここはね真ん中か下で進んでいきます。で真ん中にするとやる気が下がるんですけど体力が回復する。で意外性のコツも取れて精神ポイントも結構くれたね。で意外性も1で取っちゃいましょう。さてそこからまた練習を見つつ、ブレインマッスルもまあ経験点系なんで取りに行きますか。取れれば取りたい。筋力はねパワー上げるのに結構使うんで。で赤原の筋トク、これ3回目。でここは特に体力は回復しないです。一応成功失敗があって成功すると恐怖の満塁男コツ3で、もらえます。でここ経験点結構高いんだけど4人か。ちょっとブレインマッスル欲しいよね。ロックしておこう。で4月になったんでちょっと先を見据えながらね、あの回収できそうなものをちょっと回収していくという方向で。じゃあここやりますか。赤原のコツがあるので、こことかも割と経験点はいいんですけども、ちょっとコツ目当てで今回、型でいきます。で自分のポジションがキャッチャーじゃない限り、キャッチャーコツをよこしてくることはないので、今の環境だと、昔はねキャッチャーじゃなくてもキャッチャーコツをねよこしてきたんで、まあ、キャッチャーコツいらないよという人に関してはちょっと邪魔なコツだったんですけど、今は、サブポジにキャッチャーがない限りは、これサブポジ星をつけると多分キャッチャーコツくれるのかな、まあ、一応そういう感じになってます。でミート、レベル3になってるんで、ミートを上げるのに、必要な経験点が減ってます。ただコツはレベル5まであるんで、ちょっとレベル5になるまで置いておきます、ミートは。でですね 38% か。タックフィニッシュが決められるんだって、全部タックフィニッシュ決められんじゃん。99-99はでかいよね。やりてえこれ。 38% はちょっと、ちょっとこれやろう。あ、いけた。これね吸収ができれば練習は成功ですね。怪我すると先にグキってなるんで。いや今の成功したのはかなりでかかった。その代わりも体力を完全に失ったけど。でメンタルを一応見てはおきます。メンタルは怪我しないし体力回復するんで。ではるかちゃんの評価ももうマックスなんで、寝て体力を回復させましょう。で赤原のイベントね、これいいよ本当に、体力回復してくれるん で、 で経験点も結構くれる。で少し持ち直したかな。
メカニクスどうする、取りに行けるか、もう5月になるんだよね。ちょっとやろう、ただ取れるんだったら取りたい。で8番ショート、スタメンになったのでここはお任せしましょう。じゃあちょっとまた経験点が多くなってきたんで、ミートは置いときます。でパワー C に当てて、敏捷がやっぱり少ないんで敏捷はちょっと置いておく。で他のものを上げていき、あとコツ取れるもの、アベレージヒッターはちょっと置いておく。内野安打は、ね、1でいいと思う。で流し打ちももう取る機会がないんで取れるときに取っておきましょう。で恐怖の満塁突破は置いておこう。一応競争心も、まあ、今回なんか精神それなりにいけそうだね。で上り上司は2になってるんで取る。窮地も取っておくか、別に敏捷使わないん で一発逆転はねちょっときついかな。というわけで一旦これでいきます。だからここでね暁大付属の敏捷ポイント300がもし取れないと相当敏捷ポイント厳しくなるんで、まあ、やっぱりね1枚しか入ってないものは不足しがちなんで、まあ、意識して狙っていく必要があります。でここも、まあ、一応ねちょっと体力は回復してくれます。赤原は本当イベント内容がいい。でソウルセメタリー、じゃあちょっと見ていきますか。敏捷ポイント300、これを回収して、でブレインマッスルをロックするか。ちょっともう2ヶ月なんで、まあ、5月に入ったらもう本当に調整期間ですね。5月の段階でね4人残ってるともうちょっとほぼほぼ取れないですね。でここは取れるんだけど経験点がね、ただメカニクスやっぱロックしておきたい。早めにロックしておけば自然にねゲージが減ってるのでそれで回収できる可能性もあるんです。ちょっとロックだけはしておく、これ結構大事で、ここはじゃあ回復しましょう。ちょうど体力も減ってきたので、でプラス体力回復に、でまた練習ができる。でねこれ俺が進めた理由がね、早速練習してみる。で体力は下がるんですけど送球骨がね3で取れるんですよ。で今回なんで送球骨を取りたいのかっていうと、ショートだから、それだけ。さてでは、ここタックフィニッシュを決めますか。でアベレージヒッター、で6月でブレインマッスル 5% か。もうこの段階で4人残ってるところは無理なんで、ブレインマッスルって今どういう状況だったっけ。あと2人か、ちょっと厳しいね。ここはねメンタルやります。で次練習したいんで、ここで肩を練習しちゃうともう絶対次メンタル以外練習できなくなっちゃうんで、それは厳しい。でプレイマッスルロックします。これで多分間に合う、最悪間に合わない可能性もあるけど、2回練習の機会があれば、いやまあ結構厳しいね。2人かやろう。でもで体力をね回復してくれる10で6月の4週、ちょっとだけ怪我率があると思うんだけどいけるはず。でこれはね体力減らないんで大丈夫。これもなんか分岐するよね、経験点が高い。 24% か。これでも自然になくなるの、わかんねえな。6月の4週自然になくなるはず。この量だったら自然になくなるから、あえて危険を犯さずに、あえて危険を犯さずにメンタルやろう。あ自然になくなんねえや、失敗した。これはちょっと自分も把握してなかったところですね。多分週が変わらないと自然になくならないっていうシステムか。これでちょっと300ポイント筋力を失ってしまったんで、
パワーはただ B は欲しい。で、敏捷はさっき使ったから、ちょっとだけ余裕が出てきた。で、今回、ショートなんで、どちらかというと、守備寄りの選手を作りたいという感じです。で、ソウルセミタリーもポイント系はじゃあ使っていきますか、精神。で、いや、微妙だなぁ。ちょっとメンタル、いや、筋力。ちょっとでも筋力稼いでおくか。いや、メンタルにしよう。次練習できなくなるから。で、試合に関しては、まあ、野手はもう、サクッと一択ですね。で、これが投手になるとね、ちょっとまた変わってくるんで。で、一応今のやり方としては、まず、野手を中心に作っていく。で、野手を揃えていく上で、チケットとかがね、溜まってきて、ガチャを引く。で、それで、投手の、キャラクターが、まあ、ちょっとずつ揃っていくはずなんで、そこから投手の作り始めるというような流れでやってます。ここもね、まあ、こうやってポンポン打てるかどうかって言われたら、これ独身術発動ですね。で、フォーク投げてくるっていうのが分かってるんで、ちなみにこれ打席で発動すれば、その打席中はずっと発動します、独身術は。で、打席で発動しないと、もうその打席では発動しないという感じです。で、また、ストレートだから、ストレートは本当に狙い撃ちにすると。で、まあ、体感的なあれですけど、独身術多分ね 30% くらいで発動するんじゃないかな、3割くらいっていうような印象になります。だ、結構ね、発動率も高い方だと思うんで。で、ここはね、ホムラちゃんコツを狙いに行きますか。で、ホムラちゃんはなんかね、いろんな安いコツを持ってるんですよ、こういうヘッスラとか。でも、結局1なんで今、まあ、だから潰さないで、あえて潰さないでおきましたけど。さて、じゃあちょっとソウル攻めたり、もう一個、技術経験点を使っていきます。だ、これでね、さっきね、筋力、これ筋力300取れてれば相当違ったと思うんですけど。で、ここ大田くんがね、コツが来てる。で、大田くんコツが来てて、もうサクセスも終盤なんで、要はこのハイボールヒッターをどうするか。ここでハイボールヒッターのコツが来るとちょっと悲しい。で、まあ、今回サクセスの解説なんでちょっとやりますけど、ハイボールヒッターを仮に直撮りしますと。で、そうすると残るコツが、大田くんに関してはパワーヒカ広角なんで、これどっちでもいいから来てくれるとかなりでかいので、あえてハイボールヒッターのコツを直撮りして、パワーヒト広角のコツを狙いに行くということをやります。で、そもそもコツくれんのっていう話にもなってくるんで、そこは例によって分かんないですけど、起きた。で、パワーヒッターコツをもらいましたと。だ、この時にハイボールヒッターが来るとちょっと悲しい。でも、パワーヒカ広角って言われれば3分の2だからね、そこはもうちょっとどう進めていくかはお任せですけど、まあ、言っちゃえば188ポイントだった筋力ポイントが75まで下がってるんで、まあ、かなりお得感はありますよね。で、パワーヒッターは結構、あれば便利なんで、もうここで取っちゃいます。で、試合に臨んでいきますと。本当初心者の方はパワーヒット広角、これね、抑えられればまた打撃も楽になるんで。2回の裏、エビル攻撃に入ります。で、フォーク、まあ、最初はちょっと変化球はね、なかなか打つのが難しいんで、ストレートが来るまで待ってもいいと思います。で、これもフォーク、2ストライクまではちょっと粘るかなみたいな。投げました。3球目ストライク。で、カーブ、ちょっとストレート投げてこないね、こいつ。第4球を。で、これはもうカーブを打たざるを得ないんで、ギリギリ入った。ちょっと待って、点取られすぎでしょ。だから4回で迎える4回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、ミス。打った。これは見上げ。ちょっと待って待って、本当にこれストレート狙う。でも、ほぼど真ん中。いや、いい勝負だ。ちょっと待って、もう1点欲しい。1点差はマジで怖い。
でストレート、だ独身術はもうマジで届かなかった。危ねえ、本当に自分で点を取らないと負ける可能性があるんで。さてで、ちょっと気になってる人もいるかと思うんですけど、試合経験点アップ、これね4ターンしか効果がないんで、要は甲子園の残り3試合のところでなるべく使っていきたいんですよね。で7月の4週から使っちゃっても大丈夫です。ただ7月の4週は試合がないんで、8月の1週に使っても問題はないです。さてさてさて、ここでの選択肢は安定を取ってメンタルのコツをやるか、 18% で大田くんの広角打法を取りに行くか、リスクとしては怪我するリスクと、そもそもコツをくれないことがある、体力減っちゃうんで。でも広角打法は欲しいんで、ここは俺は練習を問います。 OK で、ありがとう、本当にうまくいった、これはうまくいきました。今回さっきのさ、なんか練習も含めてだけど、まあ割とうまくいってるよね。で、あともうちょっとマジで筋力足りないな。300ポイント惜しい。ちょっとミート C、 いや B まで上げとこう。広角打法はまたちょっと後で取ります。でここで忘れずに試合経験タップを使います。いやーこれマジ欲しかったでね、牙はねマジで打ちづらい、この爆速ストレート特に。いまだに打てないです俺は。で牙に関しては、特殊能力で牙がね、ジャイロボールっていうものを持ってるんですよ。でジャイロボールを持ってると、まあ、今独身術が発動してるんですけど、今モワーってなったじゃないですか。でこれモワーってなった時はストレートを投げてくるってことなんですね。ただ爆速ストレートを投げた後はちょっとねモワーってならないんで、一応そういう法則があります。だこれ今ちょっとモアだったじゃないですか、わかるよその何言ってんの。これはね変化球で、変化球を投げた後にモアってなるとこれ爆速なんですよ。分かってない、分かってても打てねえかんな。で今ちょっとモアだったじゃないですか。でカーブ、さあ次の投球、いやマジか。基本に関してはねちょっと変化球を狙うっていうのもありなんで。まだ投げてんのお前。でカーブ、これも狙ってこう。あ無理、ボールはさすがに。で高速スライダー、これかなり狙い目。でこれモワってなるんですよ。ほら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 、爆速ストレートだから。よし、だからまああえてね牙をロックするっていうのもありっすね。牙をロックすると牙出てこないんで、あの魂吸い取られちゃって。でここもいい練習があるわけじゃないんで、ちょっとメンタルやって、だから怒り守るの方が全然打ちやすいっすね。だ最初の方ってほらやっぱりパワコをやったりするじゃないですか。でパワコをやるとその地方大会決勝戦で牙が出てくるんで、まあ、そこでね牙にやられちゃうっていう人はかなり多いと思います。だいぶ振り遅れたな。5回の裏エビル攻撃に入ります。この回のトップバッターは水木、第1打席は内野フライに倒れています。第2球、イカリ君もねゲーお手本のようなピッチャーなんで。エビル先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で水木、今日はサードフライとセカンドゴロ、1本も打ててない。第2球投げた、見送ってストライク。ちょっと集中して第3球を投げました。もう第4球を投げました。ずれたな、今ずれたけどいった、無理やり持ってった感があるな。変わってる平山君、怒りの劣化版見てたな。ここまで全打点を叩き出しています。投げました。怒り守るってね、
意外にコツ少ないんですよね。リリースとタイピンしか持ってないんで。その代わり別バージョンとかはね、悪用怒りとかになるとだいぶ強化されてるんですけど、試合経験点ボーナスがあるとかなり経験点伸びるんで、まあ、取れれば取ることをおすすめします。でエビルキャットについても絶対かぶりましょう。最初はあの体感的に全然違うやっぱり。で精神かなり余ってんね。で精神系をさばくときはあの逆境というのがあって、ちょっと広角打法取ろう。でヘッスラと恐怖の満了とかもね結構精神使うんで、で逆境は25の100なんでさばくのには結構いい。で敏捷ポイントも意外にたまったね。逆に筋力が足りてない。ミートはちょっと A にしたい。でじゃあちょっと補給も A にするか。で守備力も A にして、本当は肩も A にしたい。てかなんかオール A にしたいけど絶対筋力ポイントが足りないんで、ちょっと筋力やっとく。少しでも稼ぐ。であとね彼女キャラがいれば最後エピローグ経験点をもらえるんで、もちろんここでのエクスカリバーは俺は打ちづらい。打ちやすいっていう人もいるんだけど、変化球にキレがあります。投げました。もうあんまりねそこまで曲がりがすごくないですよ。6でもこのくらいしか曲がらないんで。でめっちゃエクスカリバー投げてる。ストレートこれを狙っていこう。独身術は本当にいいのよ。エビルリードで迎える4回です。先ほどホームランを放った。あとね高速スライダーと高速シュート、これも狙い目ではある。打ちました。いい当たり。レフト交代。抜いていった。ボールは中継。水木。6回の裏エビル攻撃に入ります。この回の先頭バッターは水木。1試合やればだいたい1回くらいは独身術は発動するんで。エビルリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放った。今回もね4の1だったんで、まあ30パーくらいかなっていうところっすね。これはいい当たりだ。いった入った入った。エビル。でここでまた経験点をゲットできて131。てか赤原がね試合経験点ボーナス持ってるんですよ。本当にね赤原はマジで好き。でここでさらにアイテムをもらいます。バットにするとアベレージヒッターのコツで、クラブにすると守備職人のコツ、ボールにすると、打球伸びのコツで、アベレージヒッターはコツがあるんでちょっとボールにしておきましょう。で経験点も100近くもらえますと。まあ、エビルキャップかぶったからね、ちょっと悪役っぽい終わり方になっちゃってますけど。で8600と、だからもう1キャラくらい SR キャラがいれば9000は狙えると思うんですけど、まあ、大体ねこの編成だと8500あたりで落ち着くかな。9000はね行ったことないんで。でもまあねそれだけの経験点出せるんでこの最初にして。さてどうしますか。なんかオール A とかいけそうじゃない。勝った。ちょっと1回オール A を目指してみましょう。足りない。総力にかかる敏捷が、敏捷じゃねえ、筋力が微妙に足りない。だこれねもう完全にあれですね。ちょっと1回戻します。オール A にならないんで、あのブレインマッスルを落とした、ブレインマッスルを落としてなければ9000いった。ちょっとさっき何点だったか忘れちゃったけどっていうところですね。まあ、しょうがない。で送球は欲しいんで取るでしょ。でアベレージヒッターもコツつかんであるから取るでしょ。だ結局オール A にしたとしても筋力足んなかったね。ほぼゼロになったから特殊能力は全然取れない。で打球伸びこれも取っておきます。で打球伸びはね技術ポイントめちゃくちゃ使うんで、もし技術ポイントが大量に余ってしまった時には技術ポイントの吐け口として打球伸びを直取りするというのはありです。でそうするとやっぱり肩はじゃ上げておきたいよねと。で守備ちょっと S にしてみる。あ待ってやって
総力 A でしょ。だこれでパワーに振らなければいいんだよ。で精神ポイントもまだだいぶ余ってるんで、じゃチャンスを直取りしましょう。でこうやってねちょっとあのポイントをなるべく余らせないように、じゃあ早急20枚でよくね。やっぱりねショートの守備能力はめっちゃ重要なんだよ。であとやっぱ精神がまだ余ってるんで、精神を使うものでコブに関しては捕手専用って書いてあるんで取らないです。で冷静高っ、こんなに経験点使うの全体的に高いね。2だか、ヒットを打つと相手投手のスタミナを削る、これなんか良くない？あ、それかチャンス20までしとく。でそこから守備 S にはできないのか、敏捷が2足りない、なんかそんなんばっかだな。まあ A あればいいでしょう。というわけでじゃあちょっと通打を取ります。であとまた平均的なんで、まあ、安いね特殊能力を取っていくっていうのもありですけど、こういう盗塁アシストとかで気分屋はマジでいらない。打席ごとに調子が変化するっていうんですけど、本当にこれはねいらないですね。で高速チャージはバントシフトでしょ、これってショートにもいるの。俺ちょっとね本物の野球は分かんないんですよマジで。でホーム突入ちょっ と、筋力ポイントを使うんで取ります。であとはなんとなく走塁取っとく、これ本当になんとなく。で結局筋力ポイント不足で一発逆転取れなかったんですけど、まあしょうがない。だって余ったのはなんか適当に振りたいんだけど、それすらないという感じですね。 S5 ということで、だいたい S5 とか S4 あたりで落ち着くと思います。うまくいけば S6 はね多分厳しい、 S3 から S5 くらいは量産できるようになると思うんで、やっぱね独身術を持ったキャラで、まあ、S4、S5 で、全員ね組めればタワチャレも相当強いチームにはなると思いますので、まあ独身術おすすめの特殊能力になりますので、まあ、ぜひね、やっていただければと思います。というわけで、今回の初心者の館はこれにて、終了したいと思います。次回はねちょっと投手の方もやっていきたいと思いますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。また、質問事項等ありましたら、Twitter とか、または動画のコメント欄に、質問していただければお答えしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。